I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca, wherever you get your podcasts. この時間はズームアップ、毎週火曜日は経済です。明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんです。飯田さん、おはようございます。おはようございます。さて、先週でしたけれども、そごう・西武ストライキ行いまして、はい、まあ、全国から関心を集めましたよね。そうですね、これは西武そごうグループがですね、やはり業績なかなか振るわない状況が続いている中で、親会社であるセブン&アイホールディングスですね、はい、こちらがファンドに売却をするという意思決定をしたわけなんですけれども、この売却によってで、おそらく、リストラが前提での再建ということになると、すると現在の従業員の、結構な数が少なくとも配置転換、場合によっては整理解雇といった方向に進む、それを懸念してのストライキだったわけなんですけれども、ただ、今回のストライキ、非常にですね、この雇用を守るためにどうするのかという論点、注目されている一方で、この百貨店という業界が、大きな曲がり角に来ているというのも確かなんですね。これは西武ですと主に関東のデパートですので、ピンとこない方多いかもしれませんが、一般的な都心部のデパートの中では比較的、西武はその西武の売り場が多い百貨店なんですね。皆さんデパートをイメージいただければと思うんですけれども、いろんなブランドとかいろんなショップが入っている一方で、そのデパートが直接的に経営している、よくあるのはブランド名がついてない紳士グッズ売り場とか、バッグ売り場とか、なんかそういった従業員が、直接の従業員が運営しているタイプの、場所が比較的多い百貨店。そうすると、現代的な百貨店の経営の中でいうと、比較的現場社員をたくさん抱えているタイプの運営を続けていたんですね。なるほど。他の、百貨店どんどん純粋な場所化事業に転換しつつあります。テナント料を取るっていうことがメインになってるんですかね。そうですね、テナント料を取る、で、経営側のやることをまたは社員側のやることはどういうお店を入れるかとか、次のお店を探してくる、あとはデパート全体の宣伝を考える、企画を考える、企画展とかですね、というのが中心になっている中で、西武そごうグループは少しこういった形の経営改革が遅れていた部分があります。その結果、買収額もですね、8500万かな、デパートのグループ全体の買収が8500万円と、つまりはですね、非常に多くの負債抱えている状態なので、企業価値自体がほとんどない状態だったんですね、負債込みで考えると、という状態です。で、なぜデパートこう変わってきたかというと、だんだんとショールーミングと呼ばれる購買行動が増えてきています。ショールーミングっていうのは、デパートで商品を見たり比較したりして、ネットで買うと。そこで買うんではなく、なので、これテナント貸し中心にすると、例えば、あるイーダーっていうブランドがあったとして、そのブランドの商品をデパートで見てネットで買われても、
ブランド側としては別に困らないんですよね。あ、どこで買ってくれてもうちの商品を買ってくれればいい。そうですね。なので、まあ、その販売から利益を得るっていうよりはだんだんデパートがそのショールームのような、役割に転換していった。でこの流れはデパートという業態が生き残ろうとするならばちょっと避けがたい状態だと思います。で、その一方でもう一つ今回の、まあ、西武そごうで、揉めているのが池袋問題というふうに言われます。池袋問題、はい、はい。で、これ買収先の、まあ、ファンドはヨドバシカメラ家電量販店のグループと強調して今後の経営改革を進めていきます、はい、そうするとヨドバシカメラですから、ヨドバシカメラ側としては、例えばその池袋西部駅直結のデパートの結構な売り場をヨドバシカメラにしたいと、うん、でいやいや大変便利で結構じゃないかと思われるかもしれませんが、これが大きな問題で、はい、デパートがショールームとして機能するのは、デパートがかっこいい憧れの場だからなんですね。そうですね、ステータスですよね。ステータスだから。うん、一方で家電量販店が入っていると、うん、とっても便利な場所を担って、その憧れとか綺麗という場所ではなくなってしまうんじゃないかと。非常に親しみのある場所ですからね。親しみのある場所。うん、もう生活の一部のようなところ。そうですね。でそうすると今度は現在入っているテナントのうちの高級店、はい、海外ブランド等のテナントがじゃあやってらんないと。あ、その戦略が合わないっていうことですかね。合わない。特にですね、池袋西部ですと、そのメインの部分かなりの壁自体をと、利用して、ビトン、ルイ・ヴィトンの お店になってるんですね。あ、でこれ去年やったばっかなんですよ、改装。あ、そうなんですね。で、横にビッグカメラ入ビッグカメラ横に失礼ヨドバシカメラ入られてしまうと、はい、なんかちぐはぐな雰囲気になっちゃう。どっちなんだと、うん、そうなった時に、今後これって別に西武そごう問題そして池袋問題ではなくて、まさに、ま、福岡県でいうと、ま、福岡市その中心街などでも、はい、これから同じ問題が発生していきます。はー、つまり高級店が立ち並ぶある意味ちょっと日常じゃない場所っていうところ、これがあるのは町にとって非常に重要です。ほう、 なぜそれがあることが重要なんですか。はい、やはりリザヤが取れるというのと、ほう、もう一つは高級店、土地あたりの売り上げ高いので、まあ、地価も上がりやすいと。はあ、そして便利なだけの街だったら、まあ、なんとか福岡市の場合は人口をエリアで一番多いので人集められはするんですけれども、正直別にもっと高級店がないとしたならば、うんうんうん、今までだったら九州中から福岡に集まっていた人が、別にたくさん家電量販店があってたくさん便利な店がありますだったら、最近だと非常に駅前の発展著しい、うんうん、大分でいいじゃないかと、うん、熊本でいいじゃないかって思われる方が、それぞれの地元に増えていくと。差別化できなくなるんですね。そうですね。便利なだけ、便利なの重要なんですけれども、うん、便利なだけだと、メガシティという言い方をしますけれども、うん、まあ、九州エリアだったら福岡の独自性とか魅力というのを出すのはなかなかできない、とにかく便利ですっていうのは、まあ、単純に言うと人口5、60万の町だとある程度それでいいのかもしれませんが、それより規模の大きい街ですと、そういった特別なエリアっていうのを持ってないとなかなか人を引き続けることはできないんですね、うん、そうですね、これからやはりどこでも、うん、これから発展していく都市ほどどう住み分けるのか、どこで便利だけを追求するわけではないエリアを保つのかというのも課題になっていくと思います。そうですね、なるほど。そういう街のデザイン
ビジョンというか、うん、そういうところも絡んできてるわけですね。今後百貨店が、うん、その新しい街のビジョンの中で何を担っていくかというのは、うん、各都市にとって大きな課題になると思います。わかりました。飯田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ズームアップ、明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんでした。プロデューサーは高三郎、ディレクターはボン、 AD はマイルス。ワンコ好きのワンコ好きによるワンコ好きのためのスタッフもワンコだらけの尖った番組です。聞くだけでワンコとの生活がもっと楽しくなる、そんなワンダフルな毎日を過ごしませんか。山口玲香のドッグモーニング、ぜひ聞いてくださいね。